そう。さあ、一番出走は小野乃々香です。美人すぎる売り子と呼ばれ、東京ドームでかつてビールを売っていた彼女、大声には期待が持てます。さあ、まずは小野、スポーツ新聞を手にしました。いや、そうですよね、いつか負けますよ。ワールドカップ見るんですか？見ます。絶対興味ないでしょ。わかりますよ、私ルール。だって前の彼氏がサッカーやってて、その時はサッカーだった。まずいじゃん、こういうことでしょ。おっと、まさかの衝撃事実がこんなところで発覚。ルルさんかっこいいですよね。ええ誰ですよ。ちょっとね、どこが誰なんですか。なんじゃそれ。いないところでディスられたノンスタイルの上、ちょっとかわいそうです。さあ、ここで偽の記者が入ってきました。やばこれ、あらすごいじゃん。必要に井上をディスる小野乃々香。さあ、ここで小野がいよいよ一人きりになります。怖いな。何も知らずスポーツ新聞を広げたところで参ります。ザ・出走デシベルだよね。出た出た出ましたね。あ、何あれ。117は出てるよ。どれくらいなんだろう。大きい方ですか。大きいよ。ただいまの記録117デシベル、117デシベルです。顔が出てきて、どのぐらいアイドルの方が驚くのかっていうのを競うドッキリです。あ、ドッキリですか。ありがとうございます。びっくりしました。ありがとうございます。続いて2番出走、桃地こと嗣永桃子の登場です。今日もバッチリツインテールで決めています。桃地がちょっと分かんないな。お願いします。おっと、この動きはね、部屋中を見渡しています。桃地あるいはどっちの動きに気がついてしまったのか。どうか。いや、大丈夫です。そういうことだ。他のアイドルを褒めつつ、しかし桃地髪型を気にしています。これ発見すると失格ですからね。発見すると失格ですから。さあ、ここで桃地一人きり、雑誌を読むのか。いや、前髪気にしています。大差ねえよその前髪。ようやく雑誌を手に取りました。今話題のアイドル橋本環奈さんが表紙の雑誌。桃地何を思う。さあ、そろそろ参りましょう。ザ・出走。桃地出してよ声。出して声出して。痛いよ、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 
当たってましたもんね。声声。見てましたけど、橋本環奈さんちょっと気になります。ちょっと待って、坂上さんですか。いや、実際にこの間橋本環奈ちゃんに許してにゃ、あの3番出走 AKB48 川栄李奈の登場です。選抜総選挙を今夜に控えた AKB48 川栄ですが、まずはこの大声グランプリ、元気キャラの川栄の好記録に期待したいところです。川栄ちょっと分かんないね、未知数ですよ。ただしかし川栄さほどテンションが高くないように見えます。ちょっとね、毎回ですね、ノンスタイル井上、川栄にもディスられた。これ井上ディスられてゲストにも呼ばれる。さあ川栄、部屋が取り気になりました。膝をかいています。左右目を細めて雑誌を手に取った。橋本環奈さんが表紙の雑誌、やはり気になるのか、うん、おっとこれは全く読んでいません。何なのこれ、どういうこと。あ、これバカの本のからめくっているだけ。そしてもう一度言った。では参ります。ザ出走ですよ多分。あと雑誌雑に見てる感じしたんですよ。雑誌とかあんまり得意じゃないので。何やってますか。あと体育が得意なんですけど。何ですか。仕事以上です。お疲れ様でした。やだ、お疲れ様でした。ないですよ。どうしたらいいですかこれ。意外に暗い方なんですね。アイドルの意外な一面も見える大声グランプリ、ここまではももちがトップ。そして最後の出走は菊池亜美、貫禄は十分。果たしてどんな結果を残すのか。驚いた時に誰が一番大きな声を出すのか。アイドル対抗大声グランプリ、3人の出走を終えて暫定結果は 2-1。 最後の出走者菊池亜美です。もはや貫禄さえ漂うその佇まい。バラエティ番組で数々のリアクションを経験している菊池、期待が高まります。出せよ、おっと部屋に入るや否や大きなあくび。橋本、天気すぎるライブの橋本って感じのカンナちゃん、クレーシーって気になるんだよ。
この感じ本当に可愛いと思っているのか。おばさんじゃん。さあここで菊池が一人になります。どんな動きを見せるのか。あくびだ。眠たい菊池、ここまであくびしか取れていませんが、ここで参ります。ザ出走。出た。ねえちょっとな。さすがにバラエティーに慣れている菊池、ドッキリには気づいた様子です。ただいまの記録137。ねえもうやだ本当に。これ何の番組ですか。まあちょっとシックスの特番なんですけど。ねえやだ。まあ小木が出てきて。でまあそのどれくらいアイドルの方が驚くのかっていうレースをちょっとさせていただきまして。いや小木さんはマジビビりますよ。なんかさてすごい元気で明るいイメージだったんですけど。はい結構裏だと疲れ切っちゃってる。やだ違うんですよね。今日たまたまちょっと今日は4本撮りがあったからちょっと疲れただけなんです。違ういつもはもっともう一回やります。あ僕そういうのやってないんで。やだ正直ちょっと菊池さん撮れ高が少ないかな。ちょっと待って本当ですか。もっとかなちゃんのコツとか悪口とか言っちゃった方がよかった。そういうことじゃないです。ということで、ということで、グランプリ。